秘密のクローゼット、サードシーズン。秘密のクローゼットサードシーズン、イエーイ、お願いします。はい、全世界の皆さん見てますか？ということでね、はい、今日11回目の放送になります、はい。先月はねちょっと大人の事情でお休みさせていただきましたけど、お久しぶりでございます。1ヶ月ぶりでございますけれどもね、皆さんはどうしてました？2日少女は、はい、10月の27日からちょっとツアーが始まりまして、はい、真っ最中ですね、はい、ワンマンライブに向けての12月1日がツアーファイナルとしてのワンマンライブがあります、はい、それまで、そうですね、それはどちらでやるんですか？ワンマンライブは渋谷のグラッドっていうところでやります、はい、もう見に行くんで。ありがとうございます。あのもう僕あのスタッフに入りますもう今決めました。篠さんがいるかもしれない。あの、はい、入り時間入り時間タイムテーブルと入り時間を教えていただいて、そこから入ります。あとなんかあのライブ前に、はい、僕にあのあれが食べたい、あれが飲みたいみたいなことを言っとくとちゃんと持ってきますからね。完全に、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。じゃあでももうすぐですからね、はい、もう準備も、そうですね、手応えどうですか？まあまだ3日間ぐらいしかやってないんですけど、まだまだここから。何ていうツアーだっけそれ？大人になって帰ってきます、門限破りの関東ツアーです。すごいね。あの門限破りもしてるんですか？最初と最後が一緒なんですよ一番始まりの日が渋谷グラッドで、うん、関東を回ってワンマンで渋谷グラッドに帰ってくるって、うん、はい、ああそういうことなんです。なんで大人になって帰ってきます？門限破り。でも大人ですよね、もうね。まあ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 、まあ、年齢的にはそうです。大人になりましたね。でもうすぐ、もうすぐさきちゃんもね、はい、あと1ヶ月以内で大人になるということで、はい、で、みなちゃんは来年です。でも一番ね、大人っぽいんですよね。そうなんですよね。一番中身も大人ですね。ですよね。で、一番子供っぽいのがこのしなさんですよねそんなことはない。そんなことないですよ。すべてが親父ってね、大変ね。僕もね、最近はですね、はい、なんとね、レコ発をしましてね。しかもビジュアル系演歌歌手たかしという活動もしてるじゃないですか、はいはいはい、そちらでこの10月に6日に、フォースシングル花の天下というのをね、第1弾に発売しました、うん、で第2弾がね、来週ですか、17日、はい、もうすぐですよ、うん、また第2弾でお見たまというね、新の CD 出した。感覚がそう、演歌歌手はだいたい1枚 CD 出すともう2年とか5年ぐらい CD 出さないんですけど。そうなんですか。そうなんですけど、まさかのもう本当ね、1ヶ月前1ヶ月に2枚もう前代未聞ですよ。すごいですね。はい、もうね、本当それで演歌ですね、はい、ということで、あとはですね、来月演歌以外もちゃんとね、ビジュアル系のバンドを活動してまして、この間1日復活とか、はい、アンコール復活したノア、ね、女方で、うん、もうシナ様みたいな感じでやってますけど、うんうん、あれも11月の17にね、再アンコール復活ライブがありますからね。それはもちろん皆さんももちろん見に来てほしいと思いますね、はいはい、11月17日ですね、はい、ということで、ね、はい、もう秋ですから、秋はねもう味覚、秋の味覚、美味しいのいっぱいです、ね、もう芸術の秋、うん、スポーツの秋、みんなはどんな秋？食欲の秋。さすが、そうだよね、育ち盛りだからねまあね、いろんな秋がありますけども、そういうことでね、今日もね素晴らしい味覚をね、はい、用意してます。おまず最初に登場してくれるのはゲジゲジさんです。ゲジゲジ、ゲジゲジ、すごい名前ですねもうサウンドの方もねすごいですから、はいはい、そしてそのあと2組に出てくれるのがコスモスフィアさんです。コスモスフィアです。そうです、はい、なんとね、またあとでちょっと言いますけどね、僕のね、はい、中学、母校の中学のね、はい、ガチ後輩ですから。そうなんですね。はい、もう僕のね後継者ですからね、はい、楽しみですね。楽しみでございます、はい、ということで張り切っていきましょうか、じゃあ、はい、ね、はいはい、ということで、その前に CM をどうぞ。過ぎてる今どう、濡らす涙、
凍えた手のひらに落ちて遠くを見つめる君のその瞳は透明な夜を貫いてくる限りなく空に近い地下室の中血だらけの僕が生まれたあの日君が言わなかった言葉の訳を踏みつぶして親切を言った YouTube、ニコニコ生放送、ユーストリームの3局同時生放送。スマートフォン、パソコンで海外からもご視聴できます。ムーパルのトップページでお目当ての番組をクリック。あとはお好きなチャンネルを選んでクリックするだけ。生放送が終わった後は YouTube のパップルテレビジョンで検索。いつでもご視聴できます。最新の番組情報は Facebook ムーパル TV で検索。一度見たらハマる。ぜひあなたのお気に入りに。Yeah, let's
ピーターン、バクチー、タマクさん、マイク入ってないやけ、掘り詰めてないやけ、ひとしコール、ひとしがハイパー、ひとしがトイレで、トイレでハイパー、ひとしがハイパー、ひとしがトイレで、トイレでゲロ吐いちゃう、ひとし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 、ハイパーひとしがハイパーひとし、トイレでトイレで、ハイパーひとしがハイパーひとしがトイレでトイレ、ひとし、おおおおフォーエバーガン、フォーエバーティー、おおおあふれる思い出が、ヒップホップシーン、おい、怪しい人志がいたらすぐ俺に言え、もし泣いてる人志を耳にしたらすぐ俺に言え、ケーダム社員聞いてるか、ケーダム社員聞いてるか、すぐ俺に言え、もし泣いてる人志がいたらすぐ俺に言え、今は来ていこうぜ、俺がジブラザイルスキル、いいよ、すぐ俺に言え、ひとし、ひとしコール、 YouTube ひとしコール、ニコニコ動画ひとしコール、松戸マットシティひとしコール、よろしく、松戸マットシティ、俺は出るぞ、行くぞ、フォーエバーラブ、フォーエバードリーム、フォーエバーラブ、フォーエバードリーム、フォーエバーラブ、フォーエバーラブ、フォーエバードリーム、切なく、 Forever Love, Forever Free, 激しく
行くんだ、それでいいんだ、これでいいんだ、生きていくんだ、生きていくんだ、等しい等しい等しい、町のシティ叫べ、等しい等しい、Thank you。 今夜は月が祝福してるよ。脳みそ、脳みそ出していこう。お前らの脳みそが出ちまうよ。脳みそ、スターリーナイト。松戸を世界に届けましょう。最後の夜から20年、3月末でもかじかむ。最後の夜から20年、3年半で過去だね。最後の夜まで20秒、3月末でもかじかむ。最後の夜まで20年、3回数えて消えたね。赤いの牛のお味噌に中肉に似て赤い色にまだらな牛のお味噌に片方も庭も色にできれば早く帰りたい、できれば早く帰りたい、できれば早く帰りたい、できれば早く。春に赤いの混じるまばらたちが残っていて、夏に咲いた花ならまあもう枯れて捨ててしまったよ。秋に会える話はまだまだ覚えていたんだ。冬に果てるだけのあの人、ああまだ待ちわびていると思う。できればできれば早く、できれば帰りたい、できれば帰りたい。春に赤いの混じる、ああまだ形が残っていて、夏に咲いた花なら母を枯れて捨ててしまったよ。秋に会える話はまだまだ覚えていたんだ。冬に勝てるだけのあの人、母まだ待ちわびていると思うよ。ゲジゲジでした。どうもありがとう。
お菓子だって毛糸の帽子だって作っちゃうよ。プレゼント勉強だけじゃないよ。おしゃれして出かけようか。だからバンドはやらないで。ウォリウォリ女子力マックス完璧だけど先生質問ですってその目はなぜか反抗的。イエイイエイ人々は皆ということで、はい、秘密のクローゼットサードシーズンです。はい、はい、ここからねちょっとカウンタートークになりますけれども、本日 MC を担当させていただいていますシナです。よろしくお願いします。そしてアシスタント MC ふつつか少女のチェルシーです。ベースコーラスのチャキです。ドラムコーラスのミナです。よろしくお願いします。そしてはい、準レギュラーのレオナです。よろしくお願いします。はい、はいはい、ということでね、はい、ゲジゲジさん、はい、すごい迫力でしたね。乗りやすい楽曲ですごい、はい、歌詞も聞こえやすかったです、ね、歌詞が面白かったですね、うんうんうん、ちょっとサブカル感があって良かったですね、うん、なんかお肉のリュック背負ってますね。お肉のリュックなんか人形が気になりました、ね、人形もだし、なんかさっきも楽屋で動物の肉をどうのこうのまあ言ってましたけどね、まあ、ちょっとここ放送上言えませんけど、ね、まあそういう会話もしましたけどもね、すごかったですね。そうですね、タイトルもねすごいね、面白いタイトル、ね、岩手ハイカラってありました、ね、はい、え岩手ハイカラ、ね、岩手ハイカラ、ね、岩手ハイカラ、はい、あとなんだっけ、死にたいと か, なんか死にたくないとか、なんかそういうタイトルもありません、ね、ありましたね、はい、いろいろね、面白かったです、はい、まあそんなゲジゲジさんのスケジュールがあるようなんで見てみましょう。はい、はいはい、出ますかね、スケジュール、はい、2017年の12月18日に高田馬場エリアにて主催ライブですね、はい、おです。詳細は未定ということで、はい、はい、詳細は後ほどって感じですかね。後日、後日発表されると、はい、それしか出てないの。そうですね、他にもいっぱいあるのに。あるんですか。ちょっとお願いします、ね、一番お知らせしたかったこと。あ、そういうことだったね。他にもね、なんか10月の18日高田馬場エリアって、ね、あ、結構エリアで君は鋭くと一緒だったね。 あ、はいはい、あとはあの10月の27日にはあのブラック池袋のブラックホールで、はい、しかもこの番組出てくれたあのエルザワ、エルザワライブ、ライブ、ライブスのあの、はい、主催イベントに出るみたいな。であとね、なんと僕が、はい、ビジュアル系演歌手たかしとして、はい、11月の2日高田馬場エリアで芸術と、はい、ね、ああそうなんですね。はい、千奈さんエリア珍しいですね、なかなかと思うでしょ、はい、最近すごいのよ。あ、そうなんですか。すごいよ。マジですか。来月も月2で出るし、はい、この間も月2で出てるし、はい、村上さんのオファーですか。いや全然違う、あの内山さんの内山、あ、内山さん分かんないです。へえ忍分かんないですね、ごめんなさい。あ、そういうことですか。あ、なるほど、そういうことなんですね。はい、なるほどですね、そういうことなんですよ。はい、いろいろありますからね。はい、はい、ということでね、じゃああのコーナー行っちゃいましょうか。はい、いいですか。はい、はい、シナのビジュアル系ニュース、イエーイ、じゃーん、はい、ということで、はい、先にちゃんとニュースをやりましょう。はい、お、今日は先に、今日は先にちゃんとビジュアル系ニュースを、はい、ですね、前回のゲスト出演、ゲストスペシャルゲスト出演してくれた、はい、こちらです、佐賀様です。佐賀様ですね、はい、はい、見えるかな、近く、え、カメラ、寄るとね、暗いんですよ。暗いですね、暗い、暗い、ちょっとカメラ寄る、こっち、こっち、こっちの方が暗いですか。じゃあ、はい、てでん、あ、ちょっと暗くなっちゃう。ここら辺、ここら辺かな。
お、はいはいはい、ちょっと見えますかね、はい、ユナイテッドモンスターズ、はい、魔将軍チャッキーさんのね、チャッキーさんの、チャッキーさん新譜 CD でございます。おチャッキーさんすごい、はい、魔力が、裏がすごい怖い、裏拍子が、おー本当だ、こんな感じです、裏拍子のチャッキー感がすごい、すごいですね、魔力がね、あのフジロックで MC も すごいですよね、すごいですね、チャッキーさん8曲入りです、はい、アルバムですね、千葉というね、魔界からね、はい、来てますからね、はい、この間お近くで来てくれました、はい、はい、そして次こちらもあの前回ゲストで出演してくれた、はい、個人主義劇場、個人主義劇場さん、はい、はい、こちらもね、ぜひね、またあの12月ぐらいにね、僕共演するんですよ、新松で、ね、はい、新松さん、ファイヤーワードですか、楽しみです、はい、はい、そして次ですね、こちら、はい、レリエル、レリエルさん、レリエルさん、こちらもこの間ね、はい、CD をいただきました、はい、はい、はい、よろしくお願いします、はい、そしてなんと、はい、10月の6日に発売になったばっかりの新譜でございます、来た、はい、僕の CD ビジュアル系が高し花の天下取りです、すごい華やか、はい、こちらの前にねロックスターレコードというレベルで、はい、事務所で、はい、レオナ君と僕一緒に所属してたんですけども、はい、その時のねオモニバス CD に入ってた曲を、満を持してついにシングルカット、シングルカット、うん、後ろの CD 版もねピクチャー版になってますから、ね、やりました、裏もよかったら見せてあげて、はい、ピクチャー版ちょっと画面が変わりましたねあ、画面が変わりましたね、はい、画面でね、こちら、はい、はいはい、そしてね、なんとまだ発売になってません、はい、来週17日発売になる僕のふるさとの歌を綴った曲になります、おみたま、じゃん、おみたま、おみたま、おみたま、はい、まだね中身できてないんですよそうなんですか、はい、ジャケットもそれね外見だけです、綺麗なのが出ます、これあの実際に僕の実家の田んぼですそしてう裏がね、はい、ガチガチ、これ映りますかね、もう思いっきりプライベート写真ですけどこれガチな単語ですね、はい、無駄に申し込んでね、嬉しなさんです、はい、はい、10月17日ぜひね皆さん、じゃあ検討してください、はい、ぜひね、よろしくお願いします、後でね詳しいことまたお話ししますんで、はい、はい、ということでじゃああれいきましょう、はい、シナが白の今日の絵はこちらです、じゃーん、じゃーん、これもこっち、そう、ね、いきますか、はい、はい、何の絵でしょう、カメラのスイッチングが いけるかな、見える、あっちこっちのカメラにする、見えない、切り替わんない、カメラがねこれあれなんですよ、今井今井ちゃんとできてねえな、ね、あっちの方が見えますかね、そうですね、今日はちょっと違う、なんか誰か懐中電灯持ってない、懐中電灯スイッチングがいってないな、あ、でも、あ、来ました、見える、見えますね、何年だか分かる、暗いな、ちょっとライトで照らします、はい、iPhone の猫、これ猫かわいいですね、猫ちゃん、かわいいでしょ、これね、あの、あ、来た来た、 iPhone のライトで、はい、かわいい、かわいい猫ですね、心を許せる中だからと、お腹出してるからね、お腹出してね、これ実際ね、あの、まあさっきもね、ちょっとまあ後で詳しく言いますけども、はい、ノアというバンドでね今ベースを弾いてくれている、はい、あのティルさん、ラボザベースメントのティルさん、はい、が飼ってる猫で、はい、なんと偶然にも今日がその猫ちゃん、名前が豊作くんって言うんですけれども、あら、いい名前じゃないですか、豊作、あの秋のね実りのような感じでね、はいはい、その豊作くん、豊作ちゃんの、はい、誕生日なんです今日、あ、そうなんですか、おめでとう豊作ちゃん、そしてその飼い主のティールさんも10月の4日誕生日でした、おめでとう、おめでたい、あの誕生日プレゼントでこれあげるね、お見てる、見てねとは一応 LINE 送っといたんですけどね、はい、見てると思います、はい、ということでね、はい、とね心を許せるね中というかティルさんとも心を許せる仲なんだよということで見てるかね、ということでちょっとラブラブな友達感を出してしまいましたけども、はい、こんな感じでございます、はい、ということでじゃあ次の出演はコスモスフィアさん、はい、はい、じゃあその前に CM をどうぞ、どうぞ、
心を逃げ自負信じ突き進む Yeah.
ベースのチューニングが違うので今待ってるんですね、終わりました？上げていいですよ、はい、あ、ドラムこうクイってやればいいですよ、そうそうそう、そんな感じで、はい、そんな感じで大丈夫ですか、大丈夫ですかね、いいですか、はい、終わったらしいんで行きます、よろしくお願いします。いいね、盛り上がっていこうか。
お菓子だって毛糸の帽子だって作っちゃうよ。プレゼント勉強だけじゃないよ。おしゃれして出かけようか。だからバンドはやらないで。終わり終わり女子力マックス完璧だけど先生質問ですってその目はなぜか反抗的。はい、ということで、はい、MC 担当させていただいてますシナです。はい、ふつつか少女です。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、コスモスフィア、はい、どうでした？ダークでしたね。ダークな世界観、はい、でも MC 面白かったですね。そう、面白かったですね急にあの感じで素に戻る感じがそっちってめっちゃ面白かった感じ。そうですね、はい、はい、ガチ後輩なんですよ僕の中学の。そうですよね、言ってましたね。まあ、多分この後の全体トークの時にその流れになると思いますけど、はい、久しぶりの再会だったんですか？まあそんなことないです。あ、そうです。この間あの僕水戸でライブやった時に、はい、あの手伝いに来てくれました。あ、そうなんですね、はい、
もう本当にね本当にね茨城で一番僕が可愛がってる、はい、後輩です。直属の後輩みたいな、もうガチ怖いですからね、はい、中学の後輩ですからねマジ でもただね学年は被ってないんでね、はい、焼きそばパンとか買いに行かすことができなかったんそんなことじゃないですか。ダメです、ダメです。僕が3年でやつが2年だったりね、1年だったらおい達也チェリオ買ってこいよとかねチェリオ言えたんですけどもね。チェリオって知ってる？ライフガードのメーカーですね。分かんないから60円ぐらいだっけ。あ僕も知らないです、チェリオは、はい、チェリオ知らない、分かんないです。やばいな、お父さん分かってるよねまあそういう時代なんですよねビバオールっていうアイス知ってる？え？ビバオール、ビバオール、こう三角形のイチゴのアイス30円の、知らない？それは茨城限定じゃなくてですか、うん、全国にマジか、え、本当ですか？俺分かんないです、私たちも千葉は売ってんじゃない？え？だってマックスコーヒーって今どこでも売ってるけど、マッカンは、はい、分かります。昔は茨城と千葉と栃木だっけ。そうですね、へー、しかなかったんですか？うん、しかなかった、うん、その3件ぐらいしか売ってなかった、知らなかった、うん、だから僕夏いつもね、はい、お母さんにね、はい、上京した時まだそうだったんですけど、はい、お母さんにいつもね一ケース送ってもらってた。あ、そうだったんですか。でも、もう松戸に入ったら必ず、はい、常磐線にいつも乗り換えてたんだけどそこで駅の自販でいつもマックスコーヒー買って、はい、それを飲むと田舎に帰ってきたな甘いですよね、甘いね、甘い、甘い、マックスコーヒーばっかね飲んでたからね、はい、俺も本当人生甘く見ちゃったねはい、ということで綺麗にまとまりました、はい、はい、ということでコスモスピアのスケジュールどうなってますかね、はいはい、じゃじゃーん、はい、ライブ情報ですね、10月の29日日曜日ミッドライトハウスでコスモスフィアさんとアンティルさんと、はい、共同主催イベントでダークネスハロウィンパーティーをするそうです。素晴らしい、いいですね、すごい。このねアンティルっていうバンドもね、はい、ガチ中学の、ね、後輩なんです、ガチ中学すごいいいですね茨城勢がマジです茨城勢本当はねこの10月29日僕もね、はい、誘われてたんですよ。あ、そうなんですか、ね、本当はねすごい出たかったんですよ、はい、ちょうどおみたまも発売するし、はい、もう僕ね水戸に行くとね動員がすごいんですよ僕、もう親戚だけでね親戚なんですか、30人40人ぐらい、ね、お客さんじゃないんだ、ビジュアル系のイベントなのにねなんかじいちゃんばあちゃんもうおひねりとかもらっちゃってもう本当大変なの、椅子とか出してもらっちゃって本当ね台湾の人がみんなびっくりするんですよ、今日の動員は年齢層が高いな本当申し訳ないですけどもね、まあ本当は僕も出る予定だったそうだったですね。でもたまたまその日ね僕大学の陸上、はい、僕ずっとね学生時代はね、はい、もうその頃陸上やってまして、はい、大学もね芸術系の大学行ってたんで陸上部がなかったんですよ、はい、そこで陸上部僕作りまして、創設者なんで、はい、だから毎年ねそのイベントにね、うん、大学のイベントに呼ばれまして、はい、そうなんですね、で毎年ね合宿旅行っていうのやってまして、はい、あ、合宿、毎年秋に去年僕幹事だったんですけども、はい、今年は後輩が感じで、はい、その被っちゃったんですよね、29日だから出れなくなっちゃったって、申し訳ない、本当はね、ちなみに沼津に行くんですけどね、沼津、はい、沼津の人ぜひ連絡くれるぜひ旅館で、はい、はい、ということで、はい、何があるんだろうな、はい、何がある、はい、ということで、はい、じゃあ行きましょうか、抽選コーナー、はい、抽選コーナー、イエーイ、じゃあ皆様の手持ちのね、番号をチェックしておいてください、はい、じゃあ今日誰引きますか、今日は、じゃあ今日はあれだね、しなさんじゃないですか、俺、しなさん来週お誕生日じゃないですか、来週じゃない、来月すいません来月来月一緒じゃないそうだ、じゃあいいか、はい、たまにはね、たまにはお願いします、たまには、ね、はい、はい、メイン MC の僕は、じゃあ行きます、じゃら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 じゃん、お、何番でしょう、長島3番、長島の方、3番の方、長島さんいますか、はい、お、おめでとうございます、おめでとうございます、じゃあ後でチェキ、みんなで撮りますんで、それは一緒にお渡ししますね、もし一緒に写りたかったら全然写る周りなんでね、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、それではですね、今日は、ね、ここで終わりません、はい、さっきね、僕が来月誕生日と
言ってましたね。来月もう一人誕生日いますよ、はい、そうですね。お実はね大人の事情でですねもうここで言っちゃいます。来月の放送ちょっとお休みするんですよ、はい、ということで、ね、来月誕生日なのはそうチャキちゃん誕生日ですかということでミュージックスタート1ヶ月前にお願いします。ミュージックスタート、まあ、スタート氷川さんお願いします。 OK ということでカモンベイビーこれ3回連続です、ね、あとちょっと場を持たして11月の4日です。4日だから、はい、前半だからね。そうだね、来月放送ないのでね。そうなんですね。びっくりした。そう11月4日うちらのライブもないしね。あそうなのそうなの、そうなの、そう、ね、そう集まらないから、ね、集まらないから10月とか。いや嬉しい、ありがとうございます。ここでみんなお祝いしてもらってる。そうそうそうなんです。あれ3回連続だから、ね、7月と8月で11月ですね。20歳おめでとう。20歳じゃん、大人じゃないですか。はい、来たかな、はい、来た、はい、来たまだあそっちか。あ、本当だ、そっちか、そっちか、そっちか、あっちだぜ。やだ、かわいい、はい、おめでとう、おめでとう、大きいカメラ映っちゃった。20歳だよね、おめでとう。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、はいはい、カメラ、カメラ、カメラ、切り替わりますか。カメラに、かわいいケーキが、ちなにぎりケーキ、ご飯、かわいい、実家でね、収穫したよ。収穫したチャキです。チャキ、チャキです。ピンクの梅干しのチーズ、はい、はい、はい、チーズ、おめでとう。ありがとうございます。はい、はい、3回連続でした。ありがとうございます。7月、8月、少女全員お祝いしました。嬉しいです。はい、それだけでありま、あ、じゃあ消してもらいましょう。はい、じゃあおめでとう。おめでとう。ありがとうございます。イエーイ。ふぅー、ね、なんかだんだんね、字もね、ノリで来てね、上手な、上手な、すごい上手いね。シナさんのクオリティが上がってる。俺のクオリティ、それがね、僕から誕生日プレゼントで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。開けてもいいですか。どうぞどうぞ、開けてもいいですよ、ね、宣伝だけど。ひなちゃんたちの時は靴下です。靴下、はい、もちろん今回もじゃじゃん、はい、おしゃれは足元からね。本当に冬用ですか、はい、そうです、冬用です。やったー。おしゃれは足元から、そしてね、足元をね、救われないように僕が守ってます。なるほど、はい、うまい、はい、うまい、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあ次はいよいよ、はい、全員集合で、はい、オープンになります、はい、その前にCM をどうぞ。ムーパルは YouTube、 ニコニコ生放送、 Ustream の3局同時生放送。スマートフォン、パソコンで海外からもご視聴できます。ムーパルのトップページでお目当ての番組をクリック。あとはお好きなチャンネルを選んでクリックするだけ。生放送が終わった後は YouTube のパップルテレビジョンで検索。いつでもご視聴できます。最新の番組情報は Facebook ムーパル TV で検索。一度見たらハマる、ぜひあなたのお気に入りに。安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省のアールグレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット。
質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます。まあ、よく俗に言う、よりがおから墓場まで。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。その瞳は透明な夜を貫いてくる。限りなく空に近い地下室の中、地下だけの僕が生まれた。あの日君が言わなかった言葉のわけを。あ、はい、ということで、はい、後半戦は出演者全員でトークコーナーになります。イエーイ。それではまずね、ゲストの皆さんから、順に自己紹介を一人ずつ。じゃあ、おっと、羽織ってますね。はい、じゃあ、はい、ゲジゲジのボーカルのハイパー仁志と申します。よろしくお願いします。イエーイ。石川県小松市からやってまいりました、ゲジゲジのベース担当の常盤台です。よろしくお願いします。常盤さん。鹿児島県鹿児島市からやってきました、ゲジゲジの久松です。ゲジゲジのサポート鈴木です。よろしくお願いします。よっ鈴木。よっ鈴木。よっ全国の鈴木さん。鈴木多いからね。コスモスシアの達也です。よろしくお願いいたします。あー、コスモスシアのベースの和也です。よろしくお願いします。よっよっ。はい、ということでね、以上の皆さんも今日はお迎えしてお願いしたいと思います。はい、じゃあ今日とりあえず誰が撮ってるの。はい、演歌歌手のやつどう見たらいいの。ということで今日はどうでしたか、皆さん。今日は、ね、楽しんで、ライブをさせていただきました。ありがとうございます。初登場ですからね。ありがとうございます。松戸マットシティ、ありがとう。あ、うまい。テレビとか結構出られてるんですか。ありますか。テレビとか結構出る。いや、テレビはもう毎晩のように出てるのご覧になってない。あー、残念。すいません。なんつっちゃった。 NHK うち払ってないんです。国民の義務を怠って。あ、すいません。本当にね、国民の義務ね。選挙も行かないといけない。あ、まあ、選挙トーク行けないんですけど。選挙トークは大丈夫ですか。候補者の名前は僕が候補者で、本当に篠原隆っていう人が、僕本名篠原隆なんですけど、民進党で希望の党に行く行かないって話で、篠原隆とか言って追っかけ取材でワイドショー出てまして、その時に僕の友達でディッシュのシビー君っていう人が、なんかどっかの定食屋かどっかでこうテレビついてるの見てて、こう飯食ってた篠原隆が行こうどうのこうのみたいになって、橋を落としたらしいですから。え、しなさん。そういう人がいました。はい、ということで、はい、広げますよ。もうすんごい広げますよ。さすが、さすがアムロ。セイロさん。これ絶対これ滑ってる。大丈夫。東京オリンピックもうすぐですから、ガンガン滑ってください。
前に出て、前に出て滑ります。はい、前に出て、前に出て滑る。お願いします。よろしくお願いします。はい、あとあのコスモスピアなんかね、あのセカンドシーズン1回出ていただきまして、今日で2回目の出演。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そうです。なんか気の利いたこと言ってよ。気の利いたことですか。はい、そうですね。ですね。しなさんかっこいいですよ。そう、あのね、もうね、そう、僕ね、年はね公表してないんですけど、まあ大体まあ分かってると思うんですけど、あのもうね、いや分かってない。あのね、もう20年ぐらい憧れてるんですよね。何歳なんですか。その当時は10万ぐらいですか。10万 X 歳で。10万 X 歳で。お願いします。はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。もうガチャ、僕の中学の後輩ですから。同じ魔界出身なんですよ。同じ魔界出身。魔界出身出られて、魔界に茨城ってとこなんですけど、魔界に茨城って、あの、みのり中学です。みのり中学めっちゃ言ってますね。みのり中学めっちゃ言ってますね。しかもあの彼の時は一番荒れてる時です。そう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 、なんですよ。あるんですよ、あるんですよ、あるんですよ、あるんですよ。 Google マップに出ます、出ます、出ます、出ます。そうそう、すごいですよ。多分多分ポケモン GO とかすごいですよ、いっぱい。レアなキャラが。ゲンガーかベトベタしかいない。本当そんな感じですよ。ベトベタ、もうデジモンが出てきちゃう。逆に。そうそうそう。しかもね、ベースの和成はね、あのもうガルパンですから。ガルパンが出てきちゃう。ガルパンだよ。ガルパンですから。戦車が生えた女の子。もうそうです、ガルパンですから。本当に。漁師だよね。大洗いで漁師やってんだよね。いや、やってませんけど。やってないから。いや、やってないですね。ちょっと大洗いなんですよ、彼。はい、出身に。あら、本当にガルパンじゃないですか。本当ガルパンなんですよ。なのに興味がないんだよね。マジっすか。そんなにないんだ。そこはね、残念なんだよね。そう、コスモスピア何が足りないか、そこだよ。そこだよ。ガルパンが足りない。俺が今度連れてってあげるよ。まあどうでもいい話だよね。ねえ、アムロ、セイラさん。似てる。セリフそれしかない。それしかないですか。すごい似てる。あれ、アムロさん行かないんですか。行かないんですか。行きますか。行きますか。どこに行けばいいんですか。また戦争に行けって言うんでしょ。いや、あのアムロ、もううるさいんだよ。、はい、すいません。違う違う、あのちょっとね、おそう、ここカット、カット、ここはカットでお願いします。生放送。もううるさいんだよ。ぶったね。どうもぶった。親父にも殴られたことないのに。殴って何が悪い。じゃあブライトさん、その時のブライトさんはこうこうです。ブライトさん、はい、ブライトさん、ブライトさんの時19とかするんだよね。そうですね、シャアも20歳とかですから。すごい老けてる。ありえねえ。すごい大人ですよね。そう、完全中間管理職ですよね。あの本当ですよね。本当に4、50ですよね。そうね、本当に。そう、あの今日ニコ生もやってるんですけど、はい、似てるってコメント来てます。ありがとうございます。アムロ他どんなの来てますか。他は常盤台さんの名前がよく出てますね。やったね、はい、あのいいのだけ拾っといて。、はい、ただあの常盤台さん名前出すぎて自演なんじゃいないかっていうちょっとあの疑惑が浮上してますけども。自演だって今ここに出てるよ。どうやって自演するんだこの状態で。楽屋で書いてたのか。きっかけで常盤台だよって書いたけど。やっぱりそうじゃないですか。そうじゃないですか。それだけだから。いやですね。ね、でもね、今日はあの秋の味覚ということで、はい、スペシャルでね、今日も素晴らしい秋の味覚でインパクトすごいでしょ。ね、今日見てて飽きなかったです。飽きなかったよね、秋だけに。うまい。さすが、さすがチェルジーちゃん、腕を上げたね。腕を上げました ね、 ね、チェルジーちゃんはあのセイラさんの真似はできるの。むちゃくちゃ。あ、だやんなくて、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 やんなくていいよね。ということで、ね、軟弱者って言わないといけないです。あ、そう。本当そうですよ、本当にね。本当にそうだ、本当にそうですよ、本当に。
多分伝わってない。多分知らないでしょ、ガンダムとかあんまり。知ってるんですよ。見たことはない。見たことない。あのシードとかでしょ、知ってんの。キラヤマトの。多分、いや、シードももう10年ぐらい前。じゃあ、単鋭ガンダム。単鋭もっと前。知らない。もっと前。単鋭、俺が今。今は何なの。今オルフェンズかな。オルフェンズが終わったところですよ、ね、鉄血の鉄血が終わって知らないないですね。もうモノマネぐらいしか見たことないですね。ガンダム二日少女あたりの年代ってアニメは何が好きなの。懐かしいのはお茶魔女ドレミとか。懐かしいのか。あでもそれも俺の子供の時。俺の中で新しすぎる。あとはキラリンレボリューションとかずっと見てましたね。知ってんの。あ、そうです。わらないか。あ、そうです、そうです。超詳しい。全然知らない。プリキュアの方が詳しいですね。あ、プリキュア。全然知らない。ケロの軍曹。ああ、ケロの軍曹か。バンダイね。そう、ケロの軍曹。ちょっとガンダム噛んでるからね。そう。サンライズね。サンライズ。そうなんですよ。何も知らない。何にも知らない。俺の中で一番新しいの北斗の拳だ。めっちゃ前ですよ。なんか弟がハマって見てて、こんな残酷なアニメは見るなってたから。まあハマりましたけどね。もうあれ面白いですけど。面白いですけど、ね、でもやっぱあの秋はやっぱね、先ほど二日少女も秋といえばやっぱ食べ物と、うん、芸術でもなくスポーツでもなく食べ物。やっぱね、美味しいものの話したいじゃないですか。皆さんの好物とかありますか。秋で言えばやっぱりあの月並みではございますが、脂乗ったサンマなんかです。ああいいですね。頃合いではございません。いやめっちゃうまいですね。大根おろしをね、ちょっと添えてね。あのカボスかなんかこうカボスがちょっとカボスと垂らしてね。あ醤油をこう大根おろしだけにかけるんですよね、東京の人は。東京の人、岩手の人はもう大根おろしじゃなくて直掛けをするんですけど。僕も直掛けです。え、僕も直掛け。掛けです。直掛けですか、はい、千葉は直掛け。千葉、はい、そうですね。すでに塩が振られてもなぜ醤油をかけるかけちゃう。何でも醤油かけちゃう。ほら、あの千葉は野田市が近くにあるんでキッコーマンなんで醤油はやっぱもう醤油が直に。そうそうそう。あ、じゃあ野田市の人はあの蛇口をひねると醤油が出てくる。今日もいい泡立ちだ。死んじゃいます。戦時中じゃないんだよ。醤油飲んで。そうそうそう。でもサンマいいですよね。やっぱあの腹渡はあり派ですか。腹渡は取る派ですか。食べちゃいますかね。食べますよね。あの苦味がね。あるかないかで何合わせるかですかね。ですよね。あればビール、なければお米。ね。すげえおじさんトーク。他の皆さんは何か好きな食べ物とかありますか。コスモスフィア。そうですね。秋。意外とこう見えて好き嫌いそんなないんですけど、やっぱりサンマですかね。月並みですが、サンマね。あのね、大洗がね近いからね、新鮮な魚が上がるんですよね、茨城はね。ただ今年のサンマはちょっとちっちゃくて高いですね。あ、そう。なるほど。取れないって言いますね。そうなんですよ。今年2回くらいですかね、食べた。テレビにはいっぱい出てんだけどね。そうなんですよね、うん、そのサンマじゃないそのサンマじゃない。あ、そっち。あ、そっち。引き笑い。引き笑い。画面の向こうも引いてる。そうですね、うん、なんかサンマ以外ないですかね。ナスとかですか。秋ナスね。いいですね。もう嫁に食わせちゃダメですからね。七に入れても食うのは何でしたっけ。ナスだな。ナス多分ナスナス、サンマ、コメント、あ、そういう時にこの言葉。ナス。やっぱあのじゃ あ, あの若い子たちは何が好きなんですか。秋の味覚ですか。カキ。カキ。あ、金持ちは違うな。金持ちは違う。カキしばらく食ってねえな。え、カキって果物の。カキね。え、どっち。あ、え、カキ、え、カキって秋じゃない。あ、そうそうそう、貝の方。あれ、それって秋じゃないシーズンなんだ。え、カキは秋か。あ、でもシーズン、あ、シーズンだよね。これから差し掛かってくる頃ですか。ね、あ、さすがだね。行きつけの
立ち飲みにそうそう柿酢が出てきて、あーいいですね柿ね、ちょっとあのレモン汁かなんかしますね、あれちっちゃくて少ないですけどね、うん、ちょっとこれ、ね、この番組超勉強になるこれがロッキーになってブリッブリでもなってきていいっすよね、いやあの人参おろしちゃって、人参おろしちゃってもみじおろしで石油ストーブの上にあの日本酒置いて、あーいいですねこうちょっとネギかなんか、ねね、細かく刻んだんだけど、ね、テイカなんかこうねこう食っちゃってね、こう、ですね、つるっとこうちょろっといっちゃう、そんな感じですか、ちょっと違う、でも言ったらね、ちょっと違いますね、牡蠣どうやって食べるんですか、え、なんだろう、え、私生牡蠣とかは食べたことないんですよ、生生ないんだ、生がない、生はいいよね、何事も生ですねちょっと待って何なえ、じゃあフライ牡蠣フライ、そうですね、牡蠣フライ、うん、なんていうんですかね、あれつぼ焼き、じゃあなんていうんですか、殻ごと焼くやつ、殻ごと焼くやつ、うまいな、うまいな、うまい、磯丸行こうか磯丸行っちゃうすか、磯丸あの松戸の磯丸潰れました、潰れました残念じゃあちゃっちゃん好きな食べ物、私は果物の方の牡蠣が食べたいです、あーいいね、いいですね、牡蠣店、牡蠣ね、使いようにいいんだよね、あそうなんですか、牡蠣用にいいんだよ、担任が効くんですな、あさすがだねさすが、あのあのごまがいっぱいあるやつがね甘くて美味しいんだよ ね、はい、あちょっと渋いのもまた干し柿ね、干し柿とかも好き、干し柿食べれないんですよね、干し芋とかそう食べれないんですよ、干し柿ダメだ、干し柿なんてもう焼酎に合うんですよ、へえ、でもねあとね10年ぐらいしたらね干し柿の良さが分かる、そうですか、うん、そういうもんですか、僕もねそうだったのよ、昔嫌いだったけどね今ね好きだね、あの粉吹いちゃってね、粉吹いちゃったの軒先に吊るし、なんか一言じゃない自分を食べてるような感じだよもうね天日干しでずっと干されたまんまでさ俺はいつさ日の目を浴びるんだよ干されたままで未だに干されてよ俺を食べてみたいな、なんかスイッチ入れちゃったレコード会社さん待ってますうちはないですからね、じゃあミナちゃん、ミナちゃん私はリンゴ好きです、リンゴ そんなキャラだったっけリンゴ、そうですよね、リンゴ いつか中森明菜だったリンゴはやっぱりあの普通にそのまんまこう食べる感じですか、ガリっていけないですね、ちゃんと切って食べるんですけど、歯茎から血が出ない感じで血が出ますか、織田裕二みたいな青リンゴ食べてるのに赤リンゴになってるみたいなそういうのはないですか、ないです、まだ若いのないです大丈夫ですか、リンゴ美味しいですよね、リンゴはいいですね、やっぱりリンゴといえばね、青森、青森の、あ青森いなかったっけ、私岩手、あ岩手か隣っすね、岩手県にもたくさんリンゴがあるので、あの全国の皆さん岩手のリンゴを買ってね、よろしく、カメラどこ、こうかこうか、リンゴ買ってね、リンゴね美味しいですよね、リンゴは美味しい、リンゴかわいいや、かわいいや、リンゴかわいい、かわいい、ね、あそれで今日リンゴ色の服着てんの、いやそれだけじゃないです、偶然、ね、顔までリンゴみたいに今照れてるでしょいやこれ普通使ってるこれなんか親戚なつまりあのコメント欄に恐ろしいほど内容のない雑談って書かれてますからまあそうですね、まあまあ、でもいいんですよ、それが、それ今日ゲジゲジですからね、ゲジゲジです、ゲジゲジですからね、音楽の話はしたくないって言ってましたからね、なるほど、なるほど、音楽のことが分かんねえっすよ、わかんないっすサンマなので、やっぱサンマ広げますか、サンマで広げてますか、サンマやっぱり僕ね、あの綺麗に食べるのが好きなんですよ、ああちょっと難しいですね、僕ね、あの、付き合ってる彼女とかはね、サンマの食べ方が下手だったりするとね、もうそこでネバーですね、ああ厳しい、俺そうなんです、俺もそうなんです、サンマの食い方、こう骨の前にベベベベって残ってんのが見ると、もうこいつバカじゃない小骨はね、食べてほしい、ああ本当にサンマ、ちゃんとね、皮もね皮も食べてね、皮も食べて、もう内臓も食って本当に醤油を全部かけて、メンタマも食ってほしいです、メンタマは食いますか、つらものがいましたメンタマ食うのはタイか、苦いですよ、あれがでもね、あれ脳みそにいいって言うじゃないですか、そう、あ、そうなんですか、
そうそうそう。ですか。それはマグロだ。マグロです。マグロですね。マグロ。マグロですね。マグロいいっすね。マグロも。マグロいいっすね。昔僕はマグロ屋でバイトしたことがあるんですよ。マグロ屋ってなんですか。マグロ専門店で、新百合ヶ丘のティブレっていうところの食品売り場のマグロ屋で三崎のマグロを売ってたんですよ。でそこの親方がいい人でバイトで行くじゃないですか。そうすると島原君この中で一番好きなの持ってっていいよって一番高いとこ持ってきなさいって言ってで3000円とか5000円ぐらいするような部位を100円でね、あ、マジですか、自分で値段つけてね、これまずい話ですけどね、やばいね、言っちゃってますねで、まあ、レジ通してちゃんとお金払ってね、それでまあ目利きができるようにしてもらって、それは良くねえやつだよ、目利きの修行なんですね。そうそうだ、お客さんよりも従業員の美味しいとこ持ってくみたいなね。あそれダメじゃないですか。まあその店もうないですけどね。あそういうことばっかりやってたから。でももう最後の方もう飽きちゃってね、もうね途中からもうね焼いてましたね、大トロとか。翔太の寿司で見ましたね。それ。ああ懐かしいですね。ありましたねそれ。翔太マグロのステーキだ。あと大体売れ残ったやつは次の日にね中落ちみたいな感じで あとぶつ切りとかして売ってますかね。あれぶつ切りとかね昨日のやつですかね。そう、あ昨日のやつなんですか。昨日のやつね。あ、まあ、ちゃんとやってるとこもあると思いますけど、そこの店はどうでした。あちょっと僕今日喋りすぎですねよくな勉強になります、勉強になります。今日ちょっと意外とテンポよく来たんで時間的に余裕ありますんで、ちょっと達也さんもなんかいい話。はいはい、そうっすね。最近どうすか品さん振り返されちゃういや本当ね10月29日、はい、ミトライターズで主催のね、あ、はい、イベントをハロウィンイベントやるんですけど、ちょっとね誘われてたんですけど僕ね本当に出れなくて。告知があるんですよ、はい、おそう、あもうすっかり忘れてましたよ。あとの方がいいですか。あとの方がいいですか。あもう行っても大丈夫ですね。大丈夫ですかね、はい、じゃあ一応僕ちょっと先方で片付けないんですが。片付けないって片付けないって僕昔レンタルビデオ屋さんでアルバイトしてたんですよ、はい、で電話かかってくるとテンパる癖があったらしくて、僕なんかお客さんが電話かかってきて出た時にござるって言ったらしいですねで覚えてないんです僕は。覚えてなくて、はい、仲いい店員さんが今ござるって言ってたよねとかつってなんとかでござるっていう。で それ以来もう僕辞めちゃいましたけど、そのレンタルビデオ屋さんでは僕のあだ名がござるって呼ばれて、こう松田山で、もうねもうネットに出ちゃったからね放送でもう今からもうござるです。どうですか、ござるござるござるござろうか、ござるスケベ侍からの電話そうですね、まあ、AV はないでござるかってないでござる。あでも本当の話ですけど、ボボボありますかって言われたことあったんですよ。本当にあれいきなり言われたはぁってなるじゃん。ボボ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 ボっていう漫画がありました、アニメがありまして、はい、それをレンタルしてますから、ね、ああそういうことなんですね。いきなりこうワンパンチ食らったので、はいで店長にボボボボボボボってありますかって言ったら、ないよ、すいません、ボボボボボボボないですよ。おだらけだな会話っていう本当にあって、そう結構もう多分死ぬまで忘れないでしょうねこの事件は忘れませんね、はい、ボボ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 ボ、そうでござるか、そうでござる、ござる、ボボボでござる、ボボでござる、人切り抜刀斎でござる、人切り抜刀斎さすが、さすがですね、腕を上げましたね。ありがとうございます、腕を上げましたね、下さんのおかげです僕の後継者ですからあ、はい、あ片付けないでござる、はいはい、もう悔いが残るのはね本当に学年とか被ってなかったんでね、焼きそばパンをね買いに行かせらんなかったあそうですね、はい、うん、まあ、いずれね、いずれ服従の証ですか、はい、そうですね、もう次会う時焼きそばパン持ってこいや、わかりました、わかりました、持ってこないとスパイクで叩くぞチャリンコの何でしたっけ、椅子なんだっけ、サドル、サドル、サドルがなくなる事件っていうのうち中学校多くて、あないんですよね、帰ろうとするとサドルがないんですよ、誰かがいたずらしてどっかにぶん投げてる、いや俺悪い、まあ、え、じゃあそれさ自転車乗ってさ、あなんか今日気持ちでもないなんか入ってんな、ね、見た目で分かりますからね、あ大丈夫ですよね、椅子がないすごいね、そのサドルは何ネットオークションかなんかで売ってるので
誰かがあの貸してとかって来るわけですよ。貸せなわけねえだろうと。サドルを貸してって貸すわけねえだろうと。で俺実際行ったからね。うん、サドル返した。サドル。友達ん家に行って返してくんねえから。それまで立ちこぎで行ったんだから俺。いや本当に。うん、1日くらいだけど。うん、そう僕の小学校4年の時の友達で佐藤剛君っていうのがいてその人遊びに来て突然今ねジョイフル本田で働いてんだけど牛久の方でねほんでしかも牛久小学校4年の時の話なんだけどその佐藤剛君が遊びに来てて特定されるそうでもすごいんだよ高飛びで全国大会行ったんだからあそう中学の時ますます個人情報小学校の4年の時に遊びに来て急になんか突然いなくなったなとトイレ貸してって言われていいよあそこだよっつってそしたらなかなか戻ってこなくてあれどうしたのゴー君と思ったらしばらくしたらあのシナちゃんもう帰るねバイバイっつってずっと立ちこぎで帰ってたのねそしたらその時まだ生きてたじいちゃんが高志あの野郎おんこ漏らしてたトイレまで間に合わなかったみたいでトイレの前で漏らしてそれで立ちこぎして帰ってたのねまあどうでもいい話切ないっすねごめんなさい、ゴー君。ほら、まあ、運が良くなりますように。はい、これは高飛びするしかないですね。そうですね。じゃあね、もうそろそろ番組も時間になってきましたんで、でね、改めて皆さんの今日告知、ぜひお願いします。なんだよろしくな。あ、俺から？主催かな？次のライブが、10月18日だな。10月18日に。高田の馬場エリアで取り行われますのでぜひよろしくお願いしますあと12月の18日何日でしょう11月2日ですね11月2日なんとゲジゲジとシナさんが同時に見れるというなんと素晴らしい機会がありますのでそれもぜひお願いしますもうその日はね、小学校の時 の久保田敏子ちゃんの話をぜひしたいと思いますすごいシナさんの同級生の名前ばっかり出てくる、はい、いっぱい出てくるその子はねずっとこう鼻ほじっててねあの机にいっぱい何でもないですあと最後に12月18日に我々の主催を取り行う予定でございますので高田の場合エリアですね、はい、ぜひよろしくお願いします、はいありがとうございます。はい、コスモスフィアですが、2週間ぐらいですね。10月の29日に、ミトライトハウスで、うちとアンティルってバンドの共同主催という名目でハロウィンパーティーを行おうと思っております。ダークネスハロウィンパーティーですね。が、行われますので、皆さん仮装してわっちゃがわっちゃが。来てください。バッチャカです。そうでござるか。そうでござるよ。はい。行くでござるよ。そうでござる。ござる。あ、いいっすよ。OK です。その時はもちろん安室さんも行くんですか。あ、僕は戦争があるので行けないのは分かってるじゃないですか。そこ行きますって言ってほしかったです。行きます。さっきも振ったんですけどね、僕ね。なんか日常のアムロが出ちゃいますね。日常の外用のアムロじゃなくて。そのアムロはあれですよね。無印のアムロですよね。もちろん。無印良品じゃなくて。逆者ぐらいいけます？逆者ぐらいだとどうですかね。波江の方ですか？バカ野郎。波江の方って後ろがちょっとガヤってるうるさいんですよ。ごめんなさいね。後ろの人たち喋ってないけど大丈夫。喋らせろ。大丈夫ですか？こう後ろが誰も触れてないですから皆さんいつの間にか着替えてるっていう。そうですね。もう汗だくになっちゃいましたね。ごめんなさいね。はい、じゃあ。あ、僕ですか。そうですね。僕ちょっと立ちますね。今月の30日に、新宿ホリデーの方で、そうですね。あ、今出てますけども、ライブ出させていただきます。彼岸花セッションっていうちょっとセッションなんですけど、メアリーの時の楽器隊の涼花とヒロと一緒に、ボーカルは同国ってバンドをやってる龍介さんが歌っていただきます。はい。で。ちょっといろいろ古い曲とかメアリーの曲とかやりながら、あと仮装も今年やるんで、去年僕 C3PO やったんですけど、
その前はダルシムやって、その前はピッコロ大魔王やったんですけど、今年もちょっと、はい、そうです、今年もちょっといろいろ考えてるんで、はい、ぜひあのすごい本格的だから、はい、ぜひあの、はい、ぜひ見てください、お願いします、はい、あとあの今日紹介しようと思うんですけど、このスクイーズっていうね、今流行りのおもちゃのこと話そうと思ったけど、これはまた、いいよいいよ、ちょっと話しないよ、まあ、ちょっと話すっていうか、まあ、今こういうのが流行ってるんですけど、知ってます、後ろ見知ってる、そう、スクイーズ、このパンのねおもちゃ、すごい柔らかい、そうそう、おもちゃなんだ、そうそうそう、本物じゃないんだ、本物じゃないんですよ、シナさん触ってみてください、めっちゃ気持ちいい、知ってる俺、これいろんな種類があるんだ、そういろんな種類、そう、なんかやばいじゃん、やばいやつじゃないです、そう、やばいやつではない、やばいです、はい、これ食べれないですか、これ食べれないんですよ、秋の味覚だけに、今めっちゃリアルです、ね、原宿の竹下通り行くと、はい、どこも今もうスクイーズだらけで、専門店もできてるぐらい、そうなんですか、そう、食べちゃダメです食べたら病気になります、多分、おお、いろいろ知ってますね、次に来そうなやつは何かあるんですか、次に来そうなやつは、はい、個人的に推したいのがあって、はい、風船人形っていうタイの民芸品なんですけど、これちょ株なんですけど、え、それもスクイーズですか、これもスクイーズの多分一種だと思うんですよね、タイの民芸品で、すごい柔らかくて、これ何でできてるの、これゴム風船、うまいね振り方これゴム風船に小麦粉が入ってるみたいですね、そう、後であのよかったら触りに来てください、その辺に置いておくんで、はい、レオナはもう同じ素材でできてるんですか、いや違いますあの僕はあのシナさんと同じ素材でできてますあの僕触っていいですよまあそんぐらいです、はい、はい、じゃあさすがですね、皆さん触り心地が、ね、ババアの手みたいで、ババアの手って触ったことがね、ひとりさん、ババアのおばあちゃんの手風船だったんですか、ババアの手みたいなちょうど感触ですねでもそう言われたらそんな気がしてくる、スクイーズね超ズボるんだよはい、じゃあ2日少女、はい、はい、ちょっと私からは見えないんですけど、何ですか、見える、はい、ふつつか少女、今関東ツアーやってまして、大人になって帰ってきます門限破りの関東ツアーという名前で、東京、神奈川、千葉、埼玉 4県なんですけども回ってます、今ちょっとこう出てるのをちょっと見ていただいて、あ、ファイナルに12月1日渋谷のグラッドでワンマンライブをやりますので、よかったら見に来てください。ファイナルいつ、ファイナルいつ、はい、ファイナルいつ、ファイナル12月1日の金曜日、はい、渋谷グラッドです、行こうよ、行きましょう、はい、俺もう入りから行くから、で、もう一つツアーと別で11月の27日に初めてあの渋谷のエクマンというライブハウスで、有名な、結構対バンさんも豪華なのが決まりましたので、やったね、もし興味あったらよろしくお願いします、はい、頑張れ、アムロ行きます、うまい、やっと来ました、やっと来ました、もう一回来るからね、じゃあ次僕ですよね、はい、お願いします、はい、じゃあ僕はこんな感じです、出ますかね、はい、たくさん決まってます、まずは本当はあの来週17日にレコ発、おみたま発売しますんで、はい、はい、あの 2days になってます、はい、17、18と池袋チョップドームの方ですね、やります、あとたくさん決まってます、で11月の2日、先ほど言いましたゲジゲジと一緒ですからね、あと11月もたくさん入ってましてですね、11月の24日、こちらね大丸ラーメンズというバンドをバックに従えて、ビジュアル系演歌歌手たかしのバンドバージョンで、しかもあの曲もアレンジしまして、まあ、あのビジュアル系演歌歌手なのになんかクレイズのようなサウンドになってクレイズのようなクレイズのようなサウンド、熱いじゃないですか、はい、僕も藤崎健一になってますからこれで演歌を歌うという感じでね出てますんでね、ぜひそちらのも、しかもあのスペインから来るねあのガイタレさんと一緒にこうバンド組んでやりますんで、インアスカーというバンドとねやりますので、そちらもお楽しみ、そして、11月の17、僕の誕生日の前日ですね、一応これあの個人的にはあの生誕祭になるんですけれども、あのノア、もうノア来たこれ、達也もね、はい、そのノアを見てこう
こういう世界に来たと言っても過言ではない。そのノアの復活ライブがなんとね、今年4月に1回復活して2回目が、6月にして、でなんとねもう復活詐欺でごめんなさい、11月17日、再アンコール復活ライブしますんで、そちらの方も来ていただけたら嬉しいなと思います。アンメレさんとミッションにやりますから ね、はい、ぜひよろしくお願いしますということでね、まあもろもろこんな感じで、では、ですね、はい、次回はちょっとお休みになりますので、またホームページの方チェックしていただいて、いろいろ情報をゲットしてください。よろしくお願いします。それじゃあ最後はですね、番組恒例で、テレビの前の皆さんと会場の皆さんと我々で、秘密のクローゼットのポーズをしたいと思います、はい、僕が秘密のって言ったらみんな手元で Z を作ってください。皆さんは僕たちに合わせて、皆さんは右手が上、僕たちは左手がこうやって Z を作ってください。はい、じゃあですね、いつもだったら僕が秘密のクローゼットって、秘密のクローゼットってみんなで Z っていきますけど、今日はじゃあ安室さんに秘密のクローゼットってお願いします、はい、ドラゴンボール Z。違います。秘密のクロー、それヤムチャです。ヤムチャ。じゃあアムロお願いします。秘密のクロー、ゼー。